アルテマンです。さあ今日の動画は星ドラ8周年記念福引きおすすめ装備紹介ということでやっていきたいと思います。では8周年記念福引きの仕様について見ていきます。まず800ジェムなんですよね。たったの800ジェムで10連引けるという、大盤振る舞い用ということで、やばくないですかこれ。普段3000ですよ、このお値段ということで。いやだけれども中身が伴ってないと、まあ、引かないよねっていう話なんですけど、中身がですねこんなにたくさんある。で今とりあえず8つ自分が欲しいものをピックアップしてみたんですけれども、でこれがその装備の交換、まあ、天井まで引いて、まあ、こう1個交換でしょって思ってたらですね、提供割合見てみますと、なんとこの選んだ8種類がピックアップ上の方に来てます。これがやばいですよね。でまあいっぱいね、あの排出される装備あるので、まあ、すごいんですけど、一番最後下にね、あのゴールデンクラウンが 0.2% で出てくるっていうね、あれってあれって思いますよね。ね、こっちのこのうぞうむぞうというとちょっとね失礼なんですけど、太刀よりもゴールデンクラウンがねポコッとこう出てくる可能性もあるということで、いやこれまあゴールデンクラウンね2個3個持ってても大変ね嬉しい装備ではありますので、まあこれすごいなと。でこの欲しい装備ね、この大量にある、中から選べますので、まあ、その中のおすすめ装備をねこれから紹介していきます。ではまず初心者向け復帰者向けの装備のセットアップですね。この8つになります。ルビスの扇とルビスの書、まあ、この2つはね、まあ、外せないかなと思います。まあ、お持ちの方はここの枠を2つ取り除いて、まあ、体下の防具にするとかね、まあ、ちょっとアタッカー向けの装備にするとかっていう風にするといいかなと思います。あとは名流のブーメランですね。名流のブーメランはベホマラの効果が発動する超越スキルになっていて、まあ、これ本当に1つあるとめちゃくちゃ便利です。であとは、名流の衣上、不死鳥の兜、この2つですね。この2つは個別で、別の動画で強さを解説している動画がありますので、概要欄からご覧いただければと思います。で、支援職業のですね、まあ、スキルっていうのは、まあ、このベホマラ、名流のベールもそうなんですけれども、総じて、まあ、チャージタイム、CT がですね、まあ、重たい、まあ、長いものが多いんですけれども、成人期の盾をつけることによって、そのスキルゲージを 10% ね、減らしてくれる効果を持ちます。なので、まあ、この成人期の盾は、まあ、補助職をやらないにしてもね、この攻撃呪文ダメージ軽減強と、あとは成人期の守護、この2つが強かったりするので、まあ、必ずね、1つ持っておいた方がいい装備ではあります。あとは、まあ、軍師でね、使うっていうことなんですけども、まあ、軍師になるまでちょっと時間がかかるなと、そこまでレベル上げるのしんどいなっていう方向けにね、不死鳥の答弁と創造神の刃ですね。基本的にこの2つの装備というのは、不死鳥か無知、あるいは、創造神の霊術、この2つを発動するだけで、パーティーに貢献したことに基本的にはなりますのでね。うまく使っていただきたいなというふうに思います。では呪文職業装備ということで8つセットアップしてみました。創造神の杖と創生の杖、まあ、このどちらかでね遊んでいけるかなと思います。創造神の杖の方が、まあ、正直強いかなとは思います。これどういう効果かというと、無属性の呪文ですね。無属性の呪文で確定会心暴走がついているということになります。基本的には創造神の、まあ、創生の最下ですね。これを使うと、メインスキル、まあ、呪文のね、CT が 100% まで溜まって、それで殴れますよということになります。あとは呪文の装備ですね。呪文色の装備が、これ全部ね、同梱されていて、いや、これほんとすごいなって思うんですけど、創造神の冠ですね。これ間違いなく呪文、職業の装備、アタッカー呪文職業の中ではティア1だと思います。天地創造、まあ、スカラじゃないですね。インテとピュオラがかかって、魔力も、まあ、最大50上がって、会心暴走、まあ、30% アップと。
というので、まあ、火力を高めて、で創造神の衣上ですね、これがハテナハテナ系から受けるダメージ 35% カット、これが強いですよね。であとは無属性呪文限定ですけど威力 30% アップとジバリア耐性と、であとは体下、これが、まあ、これに関しては、まあ、正直ティア1じゃなくてティア2ぐらいなんですけど、まあ、山彦できる、体下って今のところルビスの鎧下、これが現状最強なのかな。でこれ錬金するとね、もう一段階強くなって、封印ガード極みもねつきますので、まあ、呪文はね、魔法トーンされちゃうと打てなくなっちゃうんで、それをね、まあ、ケアするという形になってます。あと創造神の衣上、まあ、これは会心暴走のパーセンテージ、まあ、会心暴走した時限定ですけど、これ 35% アップなので創造神の衣と比べるとね 5% も威力が違います。あとは、まあ、明流の扇、これ、あの、呪文じゃないんですけど、これ、明流の秘術っていうのが、呪文のダメージを 40% 上げるっていうね、まあ、インテ苦気の効果になりますし、あとは、超越効果で、次に使用する呪文ダメージの 1.3 倍効果っていうのがありますので、結構、杖のこの、補助特技 A の部分って、乗せる、スキルがなくて困ることが多いんですけど、困ったらとりあえずこれ乗せとくみたいなねことがありますので、まあ、この8つの装備が非常に親和性の高い装備なのかなというふうに思います。物理色編の装備8つセットアップしてみました。個人的には破壊神の邪装ですね、これが頭一つ抜けてるなって思っていて、破壊神化ですね。でこれ優秀なところは邪神列装、これ確定回心になりますので、確定回心ということはメタスラ狩りができるということですね。レベルが上がってない初心者さんとか、まあ、復帰したてでちょっとなんかレベリングしたいなっていう方はロイヤルハットをね持っていれば別にいらないんですけど、持ってない方はこれが使えると。でそのドルマの威力を上げてくれる破壊神の邪刀ですね、まあ、力極みはもちろんなんですけど、ドルマ投撃の威力 25% アップというものがついています。でさらに、創生の鎧上ですね、これも戦闘開始時に倍使用をね自身にかけるので、指導の頭とセットで使うことで戦闘開始時から倍切ると、まあ、攻撃力荷上げ状態で殴ることができます。であとは破壊神の邪行ですね、まあ、ティア1からはちょっと陥落したかなと思うんですけど、それでもね攻撃特技の威力を何でも 10% 上げてくれるし、スキルゲージも 10% 減らしてくれますのでね、非常に強いと。とりあえず装備しておくっていうには便利かなと思います。で、あとは、まあ、破壊神の、これ、じゃがい上。これ、非常に個人的に高く評価してるんですが、未だにちょっと日の目を見てないんですけれども、破壊の創造ですね。これ、まあ、いわゆる亀戦法できますと。攻撃特技、発動しても防御が解除されなくなりますっていうのと、あと、これ、何気にね、会心暴走ついてるんですよ。なので、まあ、防御しながら、あの、指導を詰めて殴って、威力も上げられるんですよね。なので、まあ、一番ポテンシャル高いのこの組み合わせなんじゃないかって思うんですけど、ただ肝心のね、物理色編は体下に火力が上がる装備がないので、まあ、とりあえず守備力ダウンガード極みついてる、これかなと。あるいはゾーマの下とかでもねいいかなと思います。ということで8周年記念福引きのおすすめ紹介していきました。じゃあ自分はどうしたのかと、どうするのかという話なんですけれども、ご覧のようになっております。ゾーマ装備全部、まあブーメラン以外はちょっと取ってなかったので、まあこの機会に、まあ、出たらいいなという形ですね。あとはまあぶっちゃけなくてもあってもどっちでもいいんですけど、まあ創生の杖ね、まあ三積みできると便利だと思いますし、創造神の杖もね、一応3積みでき、弾を使えば3積みできなくはないんですけど、あんまりちょっと弾使いたくないのが、ないなっていうのがね、人情なんで、まあ、出たらいいなと、現物で突っちゃおうかなっていうのがありますね。あとは、不死鳥の当面にしたのは、まあ、今のイベントで、やっぱりちょっと使うなって思ったので、自分バギー威力のね、25% アップ持ってないんで、まあ、これあると、まあ、いいなっていう感じでね、選んでみました。まあこのように、まあ、自分がね、自分の環境によっておすすめできる装備って微妙に違ったりするのでね、まあ、自分がどの職業を今後遊んでいきたいのかというのを鑑みて装備をね選ぶといいと思います。ということで今回の動画は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。
ちなみにセールジェムですね、これもやってますので、まあ、ちょっとね、まあホタテを食べて応援じゃないですけど、星だらもね、福引きを引いて応援というような形で、みんなで星だらを盛り上げていきましょう。